学校の敷地は、上理性の影響で直線となっている、長巨大看板のある明治大阪工場大阪府立、三島高等学校は、大阪府高槻市、今木町にある公立の高等学校。高校生急増期対策で1970年、府立69番目の高校として新設された、マンモス校で、高槻方式と呼ばれる地元集中運動のシンボル校。 1970年代に高校進学率の上昇に伴い、大阪府では毎年3校から4校の高校新設が必要となる一方で、大阪市や京都市のベッドタウンとして、宅地開発され人口急増の高槻市に、公立の高校は1951年に、開校の大阪府立島城高等学校以降のみだった。 このため地元から2校目を求める市民運動が続いた結果、1970年に新設された。学校名は、当初、富田高校、今木高校、阿部山高校、高月高校などの案が上がりう余曲折の末、スケールの大きい学校づくりを目指す理念と、三島軍の中心地の3等を踏まえ、1969年3月7日に、 大阪府立三島高等学校と決定された。周辺は、携帯天皇陵とされる、今白塚古墳や西国街道などの史跡、古い街並みの面影を残す地域で、学校の敷地も上理性の影響を受けており、上空から見ると、ほぼ真四角の形になっている。周辺は、工場群で南側にエアンドエマテリアルや、サンスター、明治、パナソニックの工場があり、 開校時、生徒のために、明治聖火、サンスター、松下電気産業から連名で、社名を印刷した青色ベンチが大量に、寄贈されている。開校時に、大阪府知事の佐藤義明の書いた変額の書、明朗活達が、校舎南館1階の作法室に飾られている。この明朗活達と、自由活達が、開校当初の教育目標として提唱され、後に、 自主自立が唱えられるようになる。背景に1960年安保闘争に始まる1960年代の全教頭運動に影響された学生運動があり、府立高校でも西の拠点となった市岡高校を筆頭に生徒による校舎選挙や卒業式粉砕運動が発生。その理由とされたのが制服、頭髪などをめぐる管理的指導だったことから、 三島高校の初代校長のそういう学校にしたくない思いが自由につながったと学校を遠隔し50年の歩みでは説明している。結果、校則を記した生徒手帳は作らず、学校組織も生徒指導部ではなく生徒部という名の文章となり、制服ではなく標準服の制度となったの項目を参照。三島高校の新設を機に、 高槻市の中学校では太平洋戦争前に不立中学校や高等女学校として創立の伝統校との学校間格差をなくそう地元の学校を育てようとする市民運動、いわゆる地元集中運動が始まった。開校の翌1971年に当選した黒田良一による革新不正が高校入試で十五の春は泣かせない政策として 不立高校の大幅な新設を加速させた結果、地元集中運動も加熱。シンボル高校として、三島高校には成績優秀だけではなく、様々な力のある生徒が入学し、京都大学、大阪大学などの南韓国立大学に合格する生徒が現れるようになり、高槻方式と呼ばれる地元集中運動の恩恵を最大限受けた高校となった。 1961年から続く高校、増設運動の結果、1970年に新設されたが、付近は女瀬川と芥川の間にあり、夏季の水枯れの心配のない稲作に最適な農地であった。このため敷地の確保は地主の土地提供があって、初めて可能になった。開校の前年1969年6月の調査で、用地西側より奈良時代、 平安時代の遺跡が発見。村の構造や屋敷の地割りもわかる遺跡で、遺跡を壊して、高校を作るのかと、新聞報道などで批判された。当初案では完成までに5年から6年かかるため、遺跡の保存と両立を模索。施設の設計や設置場所も、大幅に変更された。新設校のため全て模索の行き当たりばったりのスタート。 建設途中で水洗トイレの水は出なかったため、バケツで水を汲みながら、第1回の入学者選抜を行い、1970年4月8日の入学式も、校舎や体育館でなく、天幕を張り開催。午前の開校式に引き続いていったが、式典の最中に雨が降り出し、ドット関係者が天幕に駆け込む慌ただしさだった。開校後も、建設と発掘は続き、 1971年7月に専門家を招いて生徒向け遺跡説明会も開かれた。なお、敷地面積39,502平方メートルと大阪府立高校としては広いため、1970年開校時に緑化する気が足りず、春日が高校と豊中高校から分けてもらったエピソードもある。施設だけでなく中身の教員についても模索が続き、 初代の校長は、新しい時代には、新しい高校を作らないかん、できるだけ、異色の教師らしくない教師を捕まえようと自ら、教育委員会に通い、複数の教科を教えることができる教師に声をかけて、意識的に若手を集め、新しい学校で教員を鍛えようとした。結果、平均年齢20代、年配でも40代の教員が集まり、校長は、教師臭くなるな。 生徒とよく話して人間関係を作れと指導し続けた。ユニークな教科指導も行われ、音楽教諭は羞恥心を取りなさいの口癖のもと、生徒に音楽は体を使うことを徹底的に教え、独自の音楽家評価表も作成。評点は80点と0点の2通りだけだった。地元集中の歴史に加え最寄り駅が遠いため、自転車で通学する生徒が多い。 最寄りは高月市営バスの明治大阪工場前バス停。交渉交渉は三島を表す和のデザイン。富六69番目の誕生を記念して半個で6と9を形作っている。効果効果は開校10年後の1980年に初めて制定された。6期生の府景による作詞、3期生による作曲で在校生や教職員の投票で選ばれた。 なお、1975年に当時の学校長が発表したもう一つの効果というべき三島高校参加も存在する。校風いわゆる校則がなく、かつて生徒に配布の高校生活の手引きに下駄の使用禁止やバイク通学の禁止、服装や頭髪スタイルとして高校生らしいと規定されていただけだった。ただし、入学式では毎年自由の裏には、 責任が伴うという趣旨の言葉が新入生に送られている。その後、遅刻は多く、服装も派手という生徒が増え、外部からの侵入者と見分けもつかないため、2015年度に民間人校長のカジムネオが就任と同時に、学校生活にふさわしい見なりや交通マナー、遅刻、欠席などについて、一定の規範を定めることになった。制服制服に準じる。 標準複製。開校と同時にブレザースタイルを大阪府下で初めて採用した。ただ、高校で引き続き着用できる理由から、主流の黒色の爪襟学生服を中学3年生の修学旅行の際に新調した生徒も多かっため、経済的負担を考慮して標準服としている。1970年版、新入生の手引きには、 中学時代の服がまだ着られるならば、それを着用しても差し支えありませんが、次に作るときには、できるだけ標準服を作るようにしてください。と記載されていたが、転入後も以前の学校の制服を着ていた生徒や、標準服を3年間買わなかった生徒、購入しても卒業まで着なかった生徒もいた。その後、私服の生徒が多くなったため1991年に服装アンケート。 1993年6月に、私服も、かと、生徒議会で決定された。なお、標準服は、入学式、卒業式、始業式、就業式などの式典や公式行事で、必ず着用する。特色ある授業に取り組んでおり、広範囲な選択科目を設け、個々の進路、興味、関心に応じた学習を可能にしている。選択科目の例として、時事問題、 異文化理解、美術研究、古典の世界、情報科学、生物の探究、ライフスポーツ等がある。また、関西大学や、立命館大学、関西学院大学等との連携を実施しており、大学教員等による出張講義なども行われている。その他のクラブ活動では、大阪府の公立高校としては、広いグラウンドを生かし、ラグビーや陸上などが盛ん。 サッカー部やハンドボール部が全国大会に美術部も全国高等学校総合文化祭に大阪府代表として出場している。テニスコート及び北校舎と南校舎建設時に遺跡が発掘されたため、奈良平安時代の住居跡や旧石器時代の石器など未発掘のまま残され、遺跡の上に盛り土をし保存した状態で、 建物等のレイアウトを大幅に変更し整備された。運動場やテニスコートが一段高いのはそのためである。なお校舎は半世紀前の開校時の旧耐震基準の既存、不適格のままで、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2005年から改修を行った。学者芸能スポーツ。ありがとうございます。